あの2倍火が出るっていう。あ、ついた。この状態で大体30キロ。指先ぐらい。世界最小の竜みたいな。装着できるの。2時間ぐらい。2時間これで燃えるんですか。ごっつくないのがいいですね。すごいスリムですよ。おはようございます。撮ってるんですね、これ。おはようございます。それではキャンプブランドのブースの方に、あ、そうですね。取材をさせていただきたいなと思って。ぜひぜひ。まだ今なら多分時間あると思いますんで。はい。よろしくお願いします。リベルさん、来ました。看板がまずかっこいいもんな。確かに。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。会社名と、どんなものを基本的に中心に作ってるかちょっと教えていただいていいですか。あ、私たち、長野県の中の駒ヶ根というところでやってます。リベルというブランドでやっています、はい、で金属加工を中心にやっているので、まあ、金属のものが多いんですけれども、基本的には今日持ってきているのは、薪を割るところから、火をつけて、食事するこの一連の流れのものを道具として持ってます。そんな道具を持ってきています。薪を割るのはこうですね、ここに薪を置いてトンカチを置いて、これもおしゃれですけど、しっかりしてる。本当だ。キンドリンクラッカー。あ、すごいですね。まあ、これおしゃれですね。薪を割るときは、逆にこれ外しておいて、これ割ると、ここから薪が出てくるんです。あ、本当だ。横から割れた薪が出てくるんですね。はい、うわ、面白いと思う。ここから。はい、スタート。おお。左右から巻きが出てくるのすごい楽ですね。落ち上げになっているので、割った巻きをこの中に詰めていただくと、はい、スウェーデントーチになるっていうものになってますよ。面白い、はい、そういうことか。なのでこの刃が外れるようになっていて、はい、こういうふうに鋭いですね。これ垂直に立たせるために、はい、これ反対からこう差し替えるようになってますよね、そうすると、今までちょっと巻き割るためにわざとこう傾けておいたものがですね、まあこんな感じになります。垂直に立つんですね、これでね、はい、で、さっき外しておいたこれをですね、戻します。そうすると灰が今度は落ちないようになって、まあ、綺麗に灯籠のように守る。で、ここに割った巻きを突っ込んで埋めると、はい、スウェーデントーチっぽく使えるという。そうですね、ぎゅうぎゅうに詰めると30本ぐらい燃えてます。すごい。これ社長のアイデアでこれ作ったって。まあこれまあスタッフみんなで考えて、はい、まあ、普通の薪割りなんて今作ってもしょうがないので、はい、新しいアイデアをなんかちょっと入れて面白さを詰め込むって感じで使ってですね。で、まずそれで、じゃあ薪を割って、割りました、はい、その後にやるものが火をつけるために、このファイアスターターですね、はい、で、1本の、まあ、これもパイプからこういうふうに、はい、なっているので、ストライカーが、まあ、こことここに尖ったところが2箇所あるので、はい、両方をこういうふうにつけていただいて、ギュッとこすると、2倍火が出るっていう。30秒で何枚つけられるかっていう感じですね。あ、何枚、紙、はい、これをつけるんですね。お花作る薄い紙ですね。ティッシュよりはつきやすい、まあまあつきやすいですけど、まあちょっと難しいっちゃ難しい感じですかね。じゃあこれからファイヤースターター30秒チャレンジやってみたいと思います。おじまるさんもちょっと一回何回かちょっと飛ばしてみた方がいい。練習しましょうか。ちょっとやってみます。おお、やっぱすごいな、これめっちゃ火花出ますよ。引くタイプいいっすね。そう確かに引くとね、僕はやる、狙いどころが決まるんですよ。跳ねてますもん、あそこ。すげー、ここは突きそうです、ね、いつもと。わほら、こんな距離感で、こんな距離感で火花飛んでますよ。2日目すごいですね。やばい。よしけさんのちょっとアドバイス行ってみよう、行ってみよう、行ってみよう。あ、じゃあタイムがまだね。お願いします。はい、じゃあ1個目ついたらスタートです。はい、あ、どうぞ。行きます。はい。つかない。あ、ついた。あ、ついた、ついた。2個目つかない。ついてるじゃん。あ、ついてる、ついてる。それは OK です。
いやー、ヤスケさんめっちゃうまかった。出てますけどね。15秒。狙ってんとこが悪い。多分距離です、距離、うん。もっと近い。もっと近くていいんですよ。20秒。で、近い。3つ目つかない。5、4、3、2、1、違うの選んだ。よかったか。2、1、終了。終了。難しい。記録。まあ、2個、2個。1ですね、実質。あ、実質ね。あの、まあ、でも、どうしても、飛ばっちゃうやつもいますから、めちゃくちゃ難しいけど、火花の出方はあそこ書かれるとちょっとすごいですね。教えてください。ここを固定すると、うん、ここも固定なんですよ、うん、こっちも、うん、で、めっちゃ出てる。ほら、おお、すごい。距離が距離が一定なのね。距離が一定なんですよ、ここで。だからここに、ここから火花が出るから、うん、ここを固定すると。いいっすか、一回。ちょっと、あ、どうぞどうぞ、やってください、うん。ほら、おお、でも端っこじゃないとダメだな。どうしても運もあるんで、うん、これ突きにくいものは突きにくいんだな。色によってもあるかもしれない。この色つかない説もある。本当だ。あ、ほら、あ、来た来た、すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。そうだからね、こっち側を固定して位置を決めると、うん、で、あとここ引くんですよ。そうすると、ここしか、ここからしか出ないんで、距離が固まるんですよ。おお、すごい。確かにこのファイヤースターターはやっぱ普通のよりはすごいですね、うん、これすごい、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。刃物と一緒で焼き入れしてあるんです。じゃあやってみて、やってみて。お、貼られるんですか、これ。はい、ここに。うわー、やった。うまいね。いやいやいや、うまいな、めっちゃ。やみつきさん2だったよ。やみつきさんと一緒。やみつきさんと一緒です。光栄です。はい、僕5から7。火をつけた後に、まあ、お肉を焼くっていうことを、まあ、やろうと思って、まあ、鉄板ですね、こちらの、はい、また分厚い鉄板ですね。すごい分厚いっすね。ですね。これ何ミリですか。じゃあ6ミリですね。6ミリ、はい、これとこれは6ミリになるので、まあ、お肉を美味しく焼こうっていうのが決めてあったんで、はい、ここにあのナンバー29っていうあの刻印が打ってあるんですけど。刻印？はい、ここですね、こっちのところに。ここに、はい、ナンバー29、肉って書いてある。なんで、これ開発ナンバーじゃなくて、はい、ただの肉なんですか。美味しく焼きたい。面白い。ただの肉なんですね、これね。この2種類はお肉をやろうっていうので、うん、で、こっちは今度はファミリーみんなでこう食事をしようっていう。いいですね。はい。ファミリーはこのまま。そうですね。大きい鉄。大きい鉄。はい、これは読み方はまだ決まってないんですけど。はい、大鉄か大鉄かどっちかなの。で、こっち小鉄ですか。小鉄ですかね。小鉄がいいですね。完全に。用の小鉄。小鉄より。元々はここからスタートしてます。これが鉄を。はじめまして、鉄尾さん。鉄尾さんですね。でも、このぐらい、結構この鉄尾だって横30センチぐらいあるじゃないですか。そうですね。でっかいステーキ。これ6ミリで6800円って結構お買い得な値段だと思うんですよね。そうですね、うん、この持つハンドルはまた別売りなんですか。あ、一緒です。え、これついてセットでこの価格、はい、なんか使いやすそう、これ。これちょっと見てもみたい。あ、ここにね、こういう風に入れて、うん、で、うん、ハンドルもしっかりしてますね。そう、あの、一応スクレーパーにも使えるようにと。うわー、素敵。本当だ、当たれるスクリーンなるように、はい、一生もんですよ。一生も、我々ね、多いですね。一生キャンプの YouTube の会話では一生ものっていう言葉を使えば何でも買っていいって言われる、ね、そうですね、許されますね。はい、一生ものは大丈夫です。買っちゃって大丈夫です。よかったらちょっと YouTube で取材したいんですけど、いいでしょうか。ありがとうございます。撮影開始しちゃっていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。メカメと、はい、あの主にどういった商品を作っているか、まずちょっとお話しいただけますか。はい、株式会社英和機構の中のブランドでエーシストっていうのをやってます。で、普段は電源の筐体ボックスとかを作ってるんですけど、オリジナルブランドとして焚き火台からメインで。めちゃくちゃでかいんですけど。でかいっすね。すごいですね、これね。でかすぎる。何センチの作られたんですか、これ。直径でだいたい1メーターちょっとぐらい。直径1メートル。すごいな。重量でいうとこの状態でだいたい30キロ。30キロ、はい、そしてお値段が
13万5000円。税込み価格、そうです。でしかもここのロゴの部分をオリジナルで、お、作ってくれるんですか、しけさん。これはこれちょっとイベント用にちょっと欲しいですね。これはそうですね。いきなり目の引くこんな大きい焚き火台があるからこの話聞いちゃいましたけど、ちゃんと普通の焚き火台ありますからね。あ、本当だ。あそこに。あ、これだけじゃないですね。これのこれはあのノーマルの焚き火台のビッグバージョン、そうですよね。そうですよね。本来はあっちですよね。あ、あっち。ちょっとあの焚き火台にしてもらっていいですか。おお。一番最初に作ったタイプの通常サイズですね。かっこいい。え、これどうやって組み立てんの。これ読み方は TKB でいいですか。 TKB TKB TKG の焚き火バージョンみたいな見えてる。あ、そういう感じですか。で、命名の理由は何なんですか。焚き火なんですね。焚き火、ね、卵かけご飯と一緒です。確かにめちゃくちゃ綺麗ですね、この表面が。そうそうそう、これだって1枚板が何枚組み合わさって、うん、5枚組み合わさったらこの形になるっていう焚き火台なんで、すごいね、幾何学模様が美しいんですよ。そうですね、なかなかこうスリットをこういう風になんていうんですかね、形にしないですよ。ただくり抜くだけとかがあるけど、あ、本当だ。こうボコってなんていうの、これこれ、そっか、そうそう、面白いですね。これになってるから灰落ちにくいんですよ、多分これ。うん、そうですよね。置いても穴が下がりにくいので、ね、空気の通路を割と確保しやすい。下から上に行くみたいな。あ、面白い。あえて肉抜きをしてないんですけど、はい、風が当たった時に上に抜けやすくなるから。あ、ここから風が入ってくるんだ。で、それが5枚あるので、どっから来た風も、うん、受け止めて上に。風車みたいな感じで。面白い。風がどんどん回ってくるんですね。ここね、ここに風が当たってこう行くと。これ重さいくつぐらいなんですか、これで。焚き火台のみで 1.7kg。1.7kg。あ、でも結構、7kg。こういう形の焚き火台の人は軽いかもしれないですね。もっとソロ用として作ったサイズ。今後また、ワンサイドを計画してる。これはそうなんですけど、こんなのもありますよ、小島さん。え、またまたこの極端な大きさが。え、小池さんの指ぐらいですね。指先ぐらい。世界最小の焚き火台って言えるのかな。マッチも乗らないですよ、多分。すごいな、こっち。こっちすごいですよ。うん、爪の先ですよ、これ完全に。すごい。こんな細かくできるんですか。もう全部組み立て。技術がすごい。これ組み立てられるんですか、これ。はい、うわ、逆に難しくて5分ぐらいかかります。うわすごい。いや、でもこの技術がすごいですよね。技術力だな。すごすぎる。あとランタンのシェードもかっこいいんですよ、これ。ちょっと持ってもらっていいですか。あ、色がまたいろいろ。ゴールゼロ入れて、うん、ね、アンバーで色は変えているもん、ね、そうですね、ゴールゼロで分解できます、6枚の板で、底面が、え、軽そうですね、アルミなので、アルミなんですね、なんか軽そうだった今、うん、全然軽い、うん、ちょっと出してください、真鍮バージョン、本当だ、真鍮、かっこいい、かっこいいな、まあ重量はそれなりにありますけど。かっこいいですね。いや、でもこれはかっこいいな。すごいなんかキラキラしてる、まだ、はい、こっから味が出ていくってやつですね。すごいな。すごい。最近まだ開発途中ですけど、これがチタン出た。色がチタンのグラデーションタイプです。これはロマン枠ですね。これはエロい。エロいですね、本当に。これはキャンプ場に吊る下がってたらエロいやつ。いや。こっちもチタンなんですけど、まだ色つけてない。ありがとうございます。ちっちゃいのもありますか、さらに、はい、お手頃サイズも。あ、これね、大特価でやらせていただいてる。2000円ですよ、はい、ちっちゃい。あの真ん中に固形燃料とか置いていただいて。あ、これ固形燃料にいいですね、これぐらいのね。え、なんかちょっとあの小物入れとくのもいいんじゃないですか、うん、部屋に。あ、鍵とか入れたい、うん、そうポンってね、置いて、使い方されるかも、うん、はい、奥のあの焚き火台は上がなんかあのついてるのが、ね、オプションを、あ、オプションがあるんですか、ちょっとあれ、オプションあっち行って取ってもらう、これは二次燃焼の、はい、え、二次燃焼オプションとかもあるんですか。そうですね、いろいろある。で、二次燃焼オプションにこういう柄のサークルをもう一個つけたバージョンで、はいはいはい、かっこいい。さっきの上にこうやっていろいろと燃焼効率もアップしつつ、すっごい燃えてる、調理のごとくもできるようにしつつ、うん、昨日これでチャーハンやってましたよ。すごい、こんな拡張性あるんだ。あ、本当だ、二次燃焼してる、ガス出てますよ、横から。すごい、これ面白い。
これコンパクトになるんですか。はい、もう全部あのひらひらに。あーケースとかは、はい、付属とかされるんですか。ケースもオプションで、あ、オプションであるんですか。あちらの方にまだあるんですけど、すごいあのハードケースで、あ、で足の台も中に入ってます。あ、このね、台もあるんですね。あ、ありがとうございます。いや、これかっこいいな。これなんかいいっすね。うん、この燃え方面白い。ずっと見てられる。で、ね、灰が結構落ちるの少ないんですよ。あ、やっぱりさっきのね、スリットの形が、スリットの形からするとほら全然落ちてない灰。これはこれがこちらのケース。あ、え、あ、それに全部ガションってはまるんですか。中に足を折りたたんで、スライドで入れていただくと、この中に。おー、面白い。本当にこうやって、ビジネスマネー。通勤したいですね、そのまま。なるほどね。すごい。で、これをもう一個。はいはいはい、まだいっぱい出てきますね、いろいろ。すごい。なんか、はい。足の見穴が出てくるので、もう一個付属の足がここで支えることが、今拡張のテーブルみたいになるんですね。ここ足があって、あースがサイド、無駄がない、すごい。で、例えばここにもあらかじめ薪を用意していただいて、うん、巻き乾かせますね。簡単な料理のタップとか、すごい確かに。え、これちょっとオリジナルだな、これは、ね、確かに。これ何ですか、これ。これは、はい、諏訪市に万道具さんっていう焼き鳥屋さんがありまして、はい、焼き鳥屋さん、そことのコラボみたいな感じで、うん、焼き鳥専用焚き火台、はい、プロの焼き鳥のこだわりを全部詰め込んだ、焼き物の長さによってこの鉄心をずらしたんで、あー、わ、すごい、なんか4段階にずらせますよ、これすごい。で、あとちゃんとこの空気口の、おお、うん、本当だ、ちょっとロゴも取り込み、あ、七輪みたいな空気口がここに開いてるんだ。鶏のこれも可愛い。すごい。これ今するとその薄さになるんですか。いや、すごい。これはちょっと、これおいくらですか。販売自体はこちらのマンドルさんの、あ、マンドルさん、マンドルさん、16,000円ぐらい。16,000円。え、いくらですか。16,000円。16,000円。こういうあのお肉が触れる部分とか、うん、蓄熱性を持たせたいところはあえて鉄にしてます。うん、はい、側はステンレス。そうです。だからちょっとここだけちょっと錆びやすいんですけど、うん、あとはステンレスなので比較的錆びにくいです。へえ、めちゃくちゃ可変できるんですよ、これ。だからすごいっすよね。ほら、すごい。へえ。焼き鳥以外何焼きましょう、これ。すごいな。いろいろ焼ける。ね。いくらですか。14,800円で買えるんですか、これ。税込み？税込みですか。買います。一生もんですから、これ。一生もん、これも一生もんですからね。あ、お揃いっすね。そうなんですよ。今日お揃いなんです。本当だ。揃いですね。やみつき。はい、ブース巡り行きましょう。もみ殻を使った、お米のもみ殻を使った授業をしてまして、はい、もみ殻の作った薪、もみ殻糸と、うん、もみ殻で作った炭、もみギュッタンというものを作って販売してます。もみ殻で作った薪、うん、もみ殻ってどんな感じなんですか。あのお米のもみ殻ですね、これですね。これですか。これ、あー、本当に。だからお米を脱穀したものを、脱穀して玄米ともみ殻に分かれた時のそのゴミの方ですね。これを、はい、これをギュッとギュッとこういう薪になります。薪になるんですね、このね、はい、結構重いもみ殻のイメージがいいですか。あ、すごい。なんかね、鳥山さんめちゃめちゃずっしりしてます、これ。オガライトみたいな形、ね。あ、そうですね。はい。オガライトの、まあ、弟分みたいな感じです。オガライトはオガクズでできた。はい。はい、持たせてください。めちゃくちゃ重いです。めちゃくちゃっていうかね、ずっしり。ずっしりくる。ギュッて詰まってる感じがすごい。いや、すごいですね、確かに。これ1本で結構燃費というか餅っていうぐらい、はい、2時間ぐらい。2時間これで燃えるんですか。はい、あの前半が炎を上げて薪のように燃えて、はい、後半の1時間はこう炭の置き火のような燃え方に変わって1時間燃え続ける。足して2時間。
それが今日だってほら袋に詰め放題。詰め放題。で、こんな感じで。700円。こんな感じで。今ちょうど横に詰めているこんな。え、何本詰んこれが袋大？え、小です。小。小で？こんなに？小です。え、500円でこんなにいいんですか？はい、もう試していただきたいので、もう出血大サービス。めちゃくちゃ入ってますよ。すごい。全然ですけど、もう大重いです。ねえ、もう。え、ちょっと持たせてもらっていいですか？いやいや、袋綺麗そうなんで持ち上がらないですか、片手で。わー、しかも、抱えられれば OK というルールだけなので、はい、どんだけはみ出しても OK です。まあいいんですね、はみ金じゃないですね、はみ出し OK ですよ。これで2時間持つのすごいですね。これ買っていこうかな、うん、薪ストーブとかで使いたいんですよ。あ、はい、これ薪ストーブですごく相性が良くて、はい、これ薪ストーブみたいなあったかい空間で作るやると、はい、置き火がすごい長持ちするんですよね、はい、なんでこれは薪ストーブで使ってる方も結構います。ネット販売とかもしてるんですか？ネット販売も、はい、してます。ただネット販売だとどうしても送料がかかってしまうので、どうしても割高になってしまうので、はい、こういうイベントとかでこう使ってもらう、買っていただくのが一番、お得かなと。もちろんネットでも買えますので。いや、これ本当お得ですね。いやいやいや、全く突然出ますね。いや、僕もこれやりますね、絶対。はみ出してもいいんですか、これね。言ってるんですからね、OK って。すごい。あ、でもいいですね、やっぱ最後に長いの入れるのがいいですね。そういうことか。さすが。さすがですね。まあ折れても全然いいですもんね。で、このもみがライトっていうのは何なんですか？あ、これはですね、これを開発した方がつけた名前を、そういうことか、使わせてもらってるっていう。はいはいはい。で、オダライトっていうものがおがくずを使って作った似たような燃料があって、それと、オボトムミみたいな形で、名前も似たようなモミガライトっていうのがモミガライト名前にされてるんですね。焚き付け用でして、これは焚き付け用でして、この長いのをこう薄くスライスしたやつですね。オフみたい。あ、本当に。くれぐれもかじらないでください。でもこれ、この薄さで焚き付けになるんですか？なります。これ断面から火がつくので、はい、断面が多ければ多いほど着火がしやすくなる、そういう性質のものなんですね。これ一箱400円ですよ。え、着火剤かかれば5分で火がつきますので。へえ。一箱ってこの一箱ですか？あ、この一箱です。はい。すごい。箱400円です。箱買い。で、さらにそれを炭にしたのがこれか。はい。2キロ。ああ、え、2キロで660円って、うん、そうですよ。お買い得。お買い得ですよね。これで、2時間弱かな、燃えますね。後ろで燃やしてるのがね、そうですけども、すごい静かに、燃えます。これをまたさらに活性炭にしたものがここに入ってます。活性炭。あ、お水を浄水できる、はい、浄水器のフィルターにもみ殻の使ってるっていう。あ、すごい。で、それが今度は活性炭を使ってるこの浄水器はシリカ水が作れるんですね。はい。なのでこうミネラルが豊富な水が作れると。ちょっと詰め放題が終わったみたいです。結果が。結果が。すごい。これ OK なんですね。あ、まだでも抱えられてれば。抱えられたの。抱えてください。そうですね、抱えてもらって。よいしょ。はい、抱えましたね。OK です。お疲れ様です。全然 OK でしたね。お疲れ様です。結構簡単にこう折れるので、好きな長さにこう。うん、ああ、はいはいはい。ナタとかがあると結構、すごい使い勝手いいですね。一かきよりもこうボロッと入れてもらった方がその保温が長持ちするので、うん、燃焼時間より長く楽しめる。長いままってことですか？長いままで短くしてもらった方が。あ、短くした方が長持ちする。方が長持ちしますね。へえ、はい、すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと合間見て買いに行きます。ぜひ。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、すごいな。カルギーさん。はい、カルギーさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとブランド名と、はい、どんなギアを作られているかをちょっと簡単にお話しいただければ。はい、カルギーと申しまして、長野県松本市で作っております。個人でハンドメイドで全部作っておりまして、うん、軽量ギアと、あと多用途に使えるっていうギアを作ってます。はい、じゃあちょっといろいろギアをご紹介していただきたいんですけど。はい、一番売れてるのがこのドリップの商品なんですけども、これが 0.6g。 やった。あ、ドリッパー。はい、コーヒードリップの注ぎ口でして、スキッターだ、スキッター。はい。おー、すごい。すごい、なんかちゃんと細く、細い注げるやつ。へー、
っていうのを作っておりまして、ちっちゃいですよね、やっぱね。一応あの横幅も小さくして、ちょっと持っていいですか。あ、どうぞどうぞ。これがステンレスバージョン。はい、ステンレスが 1g で、ステンレス 1g、 チタン製が 0.6g、 まあ実際変わんないっちゃ変わんないですけど、重さは感じませんよね、こんぐらいちっちゃくとね。もうロマン枠というか、 1g とか 0.6g ねー。これね、こういうの僕もほら、あの、針金で作ったんですけど、うん、こんなちっちゃいのは絶対無理ですよ、自分で作るのなんて。いや、爪ぐらいじゃないですか。やばいっす、すごい。で、ここがちゃんとね、ほら、あの、昨日もちょっと軽くお話したんですけど、うん、あの、全部丸くなってるんですよ。はいはいはい。だから、あの、こう、クッカーにつけた時にクッカー傷つかなくていいなと思って、うん、あ、本当だ。この形が。そうですよね。角があるとガキガキしちゃいます。そうなんですよ。あの、こういうあの、針金が出っ張ってると、はい、あの、ガリガリガリってチタンのマグとかいっちゃうんで、それがないのが本当に。優しいですね。本当にいい。本当に。さすが。なくしてしまうようなサイズ感なので、ケース付きも。ケースかわいいですよね。かわいいケースで。これ、こんなちっちゃいケースあるんだ。これでアルコールストーブ作りたいです。確かに、かわいいですね。かわいいやつ。お湯一杯沸かせるだけで。ぜひ、お願いします。ちょっとやってみてもいいですか。あ、いいですね。これね、結構ごついんですよ、これ、でも。みたいですよね。よいしょ。でも、うん。あ、でもこれやりやすい、すごい。あー、なってるほら。あ、すごいすごい。めっちゃ細くいく。これ失敗したらどうしようかな。上手っすね。おー、ほらほらほら。ドリップ、すごい、丸く丸くドリップできる。そうそうそう。点滴ドリップできますよ。すごいっすね。藤丸さんもやってみます？いいっすか？へぇー。じゃあちょっとやってみます。ちょうどここで。いいっすね。え？使ったことないんですよ、実は。お、でも、あ、すごい、すごい。使ったことなくて、こんだけ細く出るの、すごいですね。本当だ。すごい。あ、すごい。もう、はるかにこれつけないのとつけるのでは違いますもんね。そもそも。ちょっと失敗したなと思っても。僕、登山の方が買っていただける方が多いんですけど、キャンプでも軽量したいバックパッカーなので、確かに。電車キャンプ。いや、本当ですね。本当にデメリットはなくしやすいってぐらいですね。そうそう、はい、それ以外ないですね。これね、夜に出しっぱなしは絶対ダメなやつですね。そうですね、うん、必ずしまうという、うん、はい、いやすごい、これは0.6g、 はい、0.6g、 チタンが 0.6、 まあ、すごいね。これは何ですか。これトランギアケトル専用の注ぎ口で、あの、はい、ノブがあのステンレスのやつじゃなくて、こういうゴムといいますか、はい、のやつなんですけども、ね、はい、蓋にこうやって装着できるので、うん、あ、なくしにくい、すごい、振っても、振っても平気、こっちなくしやすい問題を、まあ、はい、トランギアだけですけども、なんとかしたやつがこれですね。つけるとこんな感じ、はい、でそこに注ぎ口につけるんだ。おすごい、こっちのが点滴が、うん、これか、これかこれもまたチタンと。そうですね、ステンレスがあるんですね。これ買っていく。藤丸さん、トランギアのこのユーザーなんですね。うん、そうです。あ、そうなんですね。これ 0.9 でも一緒ですもんね。あ、そうです。大丈夫です。はい、全部のサイズが、はい。で、ノブだけこれだけ気をつけてもらえれば、はい。ちょっと溶けてますけど大丈夫です。溶けてると。あ、根元は。あ、根元生きてれば大丈夫ですね。はい、上も大丈夫です。消えますよね。はい。真鍮のね。あ、本当だ。かっこいいんですよね、このランタンハンガー。すごい。この3本の形の、あの真鍮になってまして。はい。一応まあこうやって全部セパレートで持ち運べるんですけども、うん、まあ、これ今コーヒードリップスタンドとして、うん、あのドリップバッグのスタンドとして使ってるんですけども、うん、あ、それが僕も真鍮の、あ、あ、柱からドリップするスタンドが出てる。すごい、このドリップバッグなんか下いっちゃいますもんね。あ、そうですね、つけるとあのもうカップの中に入っちゃう、ひたひたになって、はい、ちょっと雑味が出るっていうのがあるので、それを解消するためのものと、あと形、まあ、コーヒードル使わない時間はこういう、まあ、外付けにして、うんうん、なんかここに荷物置いたりだとか、あ、そうですね、こういうあのケトル引っ掛けたりだとか、机の上を整理できる、まあ、軽量の方だとやっぱ机の上テーブルがそもそもちっちゃいってことなので、はい、確かに上の外に置ける。これが名前が変幻自在、変幻自在、変幻自在、はい、
音源のデザインこちらに書いてありますね。字を 4に変えて自在にしまして、こういうラックにしたりグリップバッグにしたり、本当にいろいろ使えますねこれ。あと1本だけ使ってハープポールにつけて、まあそこに引っ掛けられる、はいはいはい、ずれないですかこれ。あ、そうです、一応大丈夫です。大丈夫、はい、次もこれ、あ、そこクリップしてますね、はい、実務として役立ってる。今日はこれがあって助かりました。結構アイデア次第で本当だ。これ展示してるわけじゃなくて結構リアルにクリップしてる。リアルに使ってます。まあこのままランタン夜つけてもいいですし、ね、あ、そうですね、面白い。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。最後はきなこマクラフトさん。きなこマクラフトさん、ちょっとおしゃれなのがチラ見できちゃってますけど、手作りの木製キャンプギアって宇治丸さん一番やばいやつじゃないですか。やばいですね、はい、これはね、ちょっと取材させていただいていいですか。ちょっと、はい、これやばいですね。もうね、隣にやばいになるんですよ。あ、いきなりやばいの、やばいのがお出迎えしてくれるんですよこれ。あららら、あら、買いました、これ。うわー、これすごい。これはまた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 、フラットバーナーが入る IGT テーブル、ね、またこれは、あ、まずはあれじゃないですか、そう、自己紹介してもらった方が、はい、すいません、ちょっと、はい、いきなり長野市で、木製のキャンプギア製造をしてます、きなこマクラフトと言います。よろしくお願いします。木製大好きですか、ね、大好きです。大好物大好物ですからね、はい、うわー、これすごいな。じゃあこれからちょっとこれからご紹介しますか。いいですね、ボールナットで製作したボールナットテーブルになるんですけど、はい、まあ、見てわかる、フラットバーナーが左に、うん、で磁石になるんですけど、まあ、磁石、ああ、木製 IGT テーブルですよ、ボールナットの。あとはフラットバーナー使わないときはこのままテーブルとして、違和感ない。うん、お、ひょいっと持ち上がった。お、重さも軽いのでボロッとしてる、足も、いや、これ軽そう、これ小島さん持ってください。すごい軽いんですよ。え、持ちたい持ちたい。3キロですってこれ。あ、本当だ、めちゃくちゃ軽くないですか。あ、ウォルナットって多分このしっかりした木だけど、うん、だからこそこの細いこうフレームでできて軽くなるんだ。すごい、これいい、いいんですよ、ごっつくないのがいいですね。すごいスリムですよ、ね、昨日聞けなかったんですけど、はい、お値段はお値段なんですよ。怖い怖いんですよこの怖いんですよ、ボールナットのこんだけしっかりとした、そうですよね、 IGT でしかもハンドメイド、ハンドメイド、はい、お値段がですね、33,000円に、はい、33,000円、はい、お、33,000円、え、でも、まあ一生ものですからね。そうですね。え、でも純正 IGT のやつも結構高いっすよね。そっか。それでこのフォルナットのこの作り。で、3万3000円だったら、一生ものだったら買いですね。買いですね。うん、これ一生ものになり得ますよ、全然。今日一生もの多いですね、今日ね。そうですね。やばい。やばいな、これ。マグネットとかちょっと見せてください。あ、はい。何だっけこれいいな、ちょっとお高いけどね、いいっすよね。ここはここがマグネットになってるんですか。ここマグネットだ、数値してるところがマグネットなんだ。へえ、これマグネットで、あの裏についてるんですか、木の裏に。木の裏は、はい、これはついてないんですけど、ここに、なんだ、ストッパーというか、はい、あ、そういうことか、木はいいのか、はい、IGT がパコってはまるんですよね。そのフラットバーナーがパチンってつくんですか。そうですね、はい、つくんだ。このフラットバーナーちょっと一回もう一回つけてもらって、しっかりしっかり持ち上げてもらったら、ちょっと持ち上げる、戻る、すごい、まあ、うん、あ、結構結構です、しっかりガッツ柔らかすぎてしっかりつく、へえ、面白い。フラットバーナー持ってんですよね。でも、小島さん、これね、色違いもあるんですから、ね。え、何、本当だ。これはこのおしゃれな。これは、フラットバーナーなしで。あ、なしで。ストレートタイプ。これはストレート。フラットバーナー、はい、普通のテーブルとして使える。ホールディングテーブル。フォルナットとレッドウォークだって。かわいいストライプ。かわいい、これ。おしゃれ。
ね、これも素敵でした。この最近サイズ。あ、本当だ。アイアンラックに、はいはいはい、上に貼り付ける、あの置けるちょっとウッドテーブルになるやつなんですけど、一気におしゃれ感が増しますね。ほらほら、パタパタキルキルいくんすよ、くるくる、コンパクトに収納できます。おお、で、簡単に展開収納になります。すごいんですよ、これ。わ、すごい。これがすごいのと、はい、なんか僕が紹介してるみたいになってますけど、うん、この三角のパーツがすごくて、はい、2台のアイアンテーブルを連結できるんですよ、これ。あ、本当だ。こちらは。こうスリットみたいになってて。そうですね、裏に溝が掘ってある。へぇー、溝が掘って。溝と溝をアイアンテーブルに止めると、はい、2台連結も連結できるんですよ。質感いろりテーブルみたいにできるんですよ、これ。本当だ。あとは、コックピットですか、うん。角にはまるので、まあ、ちょっとしたテーブル、角にもハマるラック、結構この隙間が大きいので、はいはい、物をこうデコボコしちゃうというか、まあ、フラットなテーブルになるので、ね、はい、そうなんですね、おしゃれですよね、ここのコーナーだけこれがあるの、はい、そうね、ここにね、グラス置きたいですもんね、うん、置きたい、置きたい、この辺に置くと傾いたりするときあるじゃないですか、こっちは厚いもので、こっちは確かに、ね、グラスとかね、いい、確かにいいな、ちょっと危ないですね、妄想が膨らみすぎて。あとは、レッドオークバージョンというか、あ、色が、はい、あ、そうか、木の材質が違うレッドオークもあるんですね。ロールトップゴールドです。あ、じゃあこちらカッティングボード、なるほど、ここにね、これは恐ろしいところに来てしまいましたよ、大島さん、これは危険ですね、ここ危険ですね、ここ危険ですね、一生ものですからね、まあこれは本当に一生ものじゃないですかそうですね、え、すごい材質的にも、はい、あのすごい強い材質なんですか。そうですね、広葉樹、まあ、針葉樹よりは強い材質を使ってますので、全然、まあ、一つの衝撃だと傷にならず。ちょっと、与助さん、はい、このデザインだったら、はい、家で使えますもん。そうそうそう、これで、ね、キャンプ以外で使えるんだったら、実質0円じゃないですか。そういうことですよね。え、無料ですよ、ね、普段使いだったら、ね、はい、原価償却いくらでもできますもんね。そういうことです。はい、もう日々、電化償却してますね、これなぁ。いや、でもこれ家で本当に使えるなぁ。いや、すいません、これって、はい、こういうイベント以外だとどこで購入できるんですか。主にネットショップで販売して、はい、イベントも今日初めてなんですけど、うん、まあ、基本的にはネットの方でやらせていただきます。なるほど。ありがとうございます。インスタグラムの方で一応発表させていただきます。はい、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 了解しました。ちょっとじゃあ、はい、概要欄に載せさせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。